します。私はテラと言います。待っておったぞ、ヘラクスの弟子よ。アンバースのことか。はい、マスターイエシッド。あなたの知識と見察を伺いに参りました。マスターはよせ、わしはもう退いた身だ。しかし、先ほどあなたのお弟子様とすれ違いました。彼はキーブレードを。ミッキーか、あれには困ったものだ。まだ修行も済んでおらんというのに、世界の壁を越える星のかけらを持って飛び出してしまった。あれに触れてはならんと言っておいたのだが、ミッキーもお前と同じキーブレード使いとしての使命を感じたのであろう。なぜアンバースが出現したのでしょう。それにマスターゼアノートの失踪。私は仮面の少年がアンバースを操っていたという情報を得ました。アンバースの出現とゼアノートの思想、何か関係があるのかもしれんな。アンバースとマスターゼアノートに関係が。いや、考えすぎか。テラよ、まずはゼアノートを探すのだ。わかりました。まだ妄念に取り憑かれておるのか、ゼアノート。テイラー。マスターゼアノート。
セーラ、私のもとへ来るのだ。